受けてる、すげえ受けてる、すげえ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 。あなたもできることできないこと適当なこと言わない方がいいわよ。すいませんでした。ちょっと怖そうだなと思って声かけるのやめたんですよ。よくわかりました。この中で一番偉いの誰ですか？俺です。俺先生です。責任取ってもらおうかな。そういえばおさむ先輩はなんか、おさむ先輩なんか拳銃を避けれるようになったんですって。そんなわけない。どっからその話出た？俺から出てないってことはどっから噂が出てるってこと？え、おさむ先輩嘘だったんですか？避けれない、避けれないんだ。いや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 、避けれるけどね。おお、まあちょっと撃ってみようじゃん。まあ、私いいんですか？撃って。いいよ、かかってこいよ。なんかおさむ先輩ね、銃で外でやろ、外で避けれるらしいんだよ。撃ちますよ、撃ちますよ。ああ、ちょっと受けてる、受けてる、すげえ受けてる、すげえ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 。やっぱ本当だったな、噂すごい。もっともっともっと撃とう。すげえ避けてる。なんか撃ったの？当たってない。マジで避けてる、すごい。動け、撃って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 、避けれるらしいから。あれ違うか。おさむ先輩そんな受けれるってことすんで。顔顔打っちゃった。なんか振りが高くて顔打っちゃった。顔打っちゃった。そうそう、そうそう、危険な遊びはやめよう。まさか避けれてたのに。最後だけで、最後だけ銃を切れるわけないんだよ。固定させられたからな、最後に至っては謎の力によって。説明してもらわないと困るけれど。マスローガちゃん、どこの噂なんだ？おさむ先輩が銃避けれるって噂があって、それの検証をしていたら動けなくなってしまって当たったんです。じゃあ魔法によってな。ごめんなさい、ごめんなさい。なんでそんな検証する必要があったのかもわからないし、ちょっと待って、なんでこうなっちゃった？あなたもできることできないこと適当なこと言わない方がいいわよ。すいませんでした。遊びでやることじゃないわよね、病院前で。はい、反省しなさい。本当にすいません、はい、すいませんでした。ごめんなさい。はあ、反省するように帰るわ。すいません、その先輩。待ってくれ。やばすぎる。やばすぎる。どうしよう、どうしよう、どうしよう。大丈夫、我々は反省をきちんとするのが第一です。謝るのはきちんとしたかった。反省しない。ごめんな、ママ、俺が煽ったから。私もいたずらしちゃった。おやすみなさい。まずいですね、これは。いやでもあの二人は謝ることができました。もうしないようにしましょう。反省しなくちゃ。そうだ、シンプルにダメだったな、救急隊として。隊長が見てても怒るもん、絶対。隊長がいたらとんでもないこと。隊長、医局長らへんがいたらもうとんでもない。カテジさんも怒ります。カテジさんも、カテジちょっとライン声すりました。そうですね、ごめんなさい、反省します。心いった。帰ってからのおさむ先輩を思ったら心いった。帰ってきたら目の前に、我々に付き合ってくれて痛い思いして、反省して怒らして何も悪くないの。一番背負ってるのは多分おさむ先輩だよ、これ。背負ってるのおさむ先輩。身体的にも心的にもてこった。あ、こんにちは。神崎さん何したんですか？いや、神崎さん何もしないんですよ。神崎さんは悪くないんです。ママが悪いんです。違う、僕もです。私たち全員が悪かったので、彼は。本当ですか？はい、はい、みんなで。皆さんプリズンでお過ごしになられるんですか、今夜？はい、プリズンに行きます。反省しなさいって言われたし、は
誰に反省しなさい言われたんですか？よさ先生に。だからあんなもう後ろ姿ここ危機迫る雰囲気やっぱり感じましたか？ありますよね。もうあそう、我々はライン越えの遊びをしてしまって救急隊としてあるまじき行為をしました。あの松葉のおさむさんが車から降りて、与田さんの後ろ姿がちょっと怖そうだなと思って声かけてやめたんですよ。かなんかなんか違和感あったんですよ。悪いな私たちが。すごいな、みんな私たちが煽ったから。わかりました。送ってください、全員。じゃあ皆さん、一応送らなくて大丈夫です。わかりました、はい、お願いします。わかりました、反省してきます。行ってきますね。行ってらっしゃい、田代先生。田代先生、うん、罪を償おう、ここで。ごめんね、いや辛いことやらせて。ごめんね、本当は当てたくなかったもんね。うん、パワハラだもんね。あ、みんなであんな打て打てなってね。言われたら打てしか。なんでヘッスイ来てんの？ヘッスイ、なになに、なになに、なになに、ヘッスイさん、なんで、じゃあ、なんで送られてきたの？やばいやばい、やばい、いに、え、これどうやって、どうやって聞き終えないと、我々は最初、みんなが治療室行った時、僕と二人だけになって、何があったのって言われたから、さあとか言ってたら、さあじゃなくて、ちゃんと教えてちょうだいとか言って言われて、でも実際なん、どうしてみんな送られてたの？悪いことをしたからです。うん、犯罪行為をしたから送られたんだ。そうだったんだ。救急隊でいるべきではないかもしれません。それぐらいのことをしてしまいました。丸めた方がいいかな。丸めるか。神崎みそぎに、みそぎくみたいにする。うん、みそぎ、みそぎ、みそぎラングになる。またかみそぎ。反省した姿を、はい、お待たせしました。どうなってんだよ、高圧の救急隊は。本当にそうだと思います。本当にそうです。これから頭丸めてこようと。すいません、頭丸めてこよう。救急隊失格です。丸めるね。全員でプリズン入ってました。あ、どうしたの本当に。ライン越えをしてしまったんです。あ、ライン越えることあるんだ。そうなんですよ。全くふざけやがって。本当にごめんなさい。休んでるんちゃうぞ。申し訳ございません。誰、この中で一番偉いのは誰ですか？俺です、俺。先生です。責任取ってもらおうかな。何人この場に？5人か、5人分か。責任？5人分。え、どんな責任の取り方なんですか？あ、請求しちゃった。ごめんバカじゃん。うん、せずいだよ。マニアこれでね。カジノで遊んで。いやいや。欲とか大事にしてくださいね。欲だけどこれ。いいですね。どうしますか？え？1、10、100、1000。優しいタイプの先生だった。でもカジノで遊んでいるか、罪の意識がある状態で。そうやって苦しませるつもりなんだ。おー。ちょっとこれ。丸めてからカジノ遊んで。丸めてカジノ行こう。